そういえば歓迎会してなかったよね。誰の？みんなの。私たちは前からいるけど、アオちゃんたちが来たのは最近でしょ？だからレナとココロと私で盛大にやろうと思ってたのに。勝手に主催者に入れられてるんだけど。だってうちら初期面じゃん。ずっと三個一で頑張ってきたじゃん。そういう暑苦しい関係っていうより、家族かな。おー、いい例え。ココロがお母さんで、レナはお父さんで、私が一人娘って感じ。誰がお父さんよ。それにあなたは娘っていうよりペットの犬でしょ。ふん、もういいもん。私一人で歓迎会開くもん。どんなのがいい？それ私に聞く？あくまで参考にするだけだよ。ゆうきはどんなのを考えてるの？水風船に絵の具を入れて。やめて。レナには聞いてないです。学校の敷地内でするなら、私にも口出しする権利があるでしょ。私だったら映画か手作りのプラネタリウムの上映会にするけど。星は空見ればいいじゃん。それとこれとは趣が違うの。私はご飯をバイキング形式で出したいな。チョコレートファンテンとかも用意して。普通にいい案。星崎さんは誰の案がいいと思う？心かな。チョコレートファウンテンには抗えないって。気に入ってもらえてよかった。あおちゃんそういうの好きかなって思ってたんだ。なんで分かったの？前にチーズフォンデュとかソフトクリーム絞るのとか楽しそうにしてたから。嬉しいけど子供っぽいとこ見られてて恥ずかしい。まあみんなのワン全盛りにしてもらってもいいけどね。うんうん、それも面白いかも。よーし、まずは美術室に行って。それだけは絶対に阻止するから。もっと仲良くなりたいな。うん。どう？すごいよ。そうだ。え？いや。Hinako さん。星崎さん。どうしたの？青でいいよ。中庭にいたのが見えたから。どう、この場所は慣れた？どうかな。不自由はないけど、なんだかやっぱり変な感じ。変？昔のことは覚えてないけど、でもこんな感じじゃなかった気がする。私はみんなと違って前のことも覚えてるけど、ここの暮らしはどう考えても特殊だよ。やっぱりそうなんだ。そうだ、ねえ、青たちは志保の記憶で私を見たんだよね。
それ詳しく教えてくれないかな。私がどういう人物だったのか知りたい。そうだな、どこか強さを感じる人だったかな。私は知らなかったけど、ひなこさん有名なんだって。バレエの天才児だったらしいよ。バレエ、そういう強みを持ってるからかな。しっかりとした自分を持っているように思えたのは。何か感じる。何かはわからないけど、それがとても大事なものだったって確信できる。あ！この音。ホロトープが出てきたんだ。これで記憶取り戻せるよ。あれがそうなの？私たちも入り口まで行こう。バレエがきっかけか。これはイメージ通りだね。むしろそれしか考えられないって感じだったしね。あの光の先に行けば私の記憶を取り戻せるんだよね。これまで通りならそのはずだよ。みんなに出会ってから、いや、それよりももっと前、一人で寝てるか起きてるかわからなかった時から、不思議な感覚、思い出さなきゃっていう、それと一緒に浮かび上がってくる自分以外の誰かの名前、ユズ、ライム、ひなこの友達の名前かな。今まで記憶を取り戻す前の段階で自分の名前以外を覚えてる人はいなかったのに。きっと特別な人たちなんだね。うん、お願い、私をあそこに連れて行って。もちろん。もっと知りたいな。どこに行こうかな。
ここに私の記憶が。するバレエの基本です。徹底してるな。志保の思い出で見た時もこの世界も全部バレエのことなんだ。どうしたの白井さん、何か気になることでもあった？うまく言えないんだけど、なんだかバレエって言葉を聞くたびに心がざわつくような感じがあって。ざわつくか。ココロトープ経験者の二人どう？想像つく？私も電車に乗って都会にやってきた時似たような感覚だったと思います。得体の知れない不安とか恐怖とか、心が不安定になるような。私も秘密基地が壊されちゃうって話になった時同じ感じだったかも。なんだかあんまりいいことが起きなさそうだね。まあ今から気にしててもしょうがないっしょ。思い出は今さら変わらないわけだしさ。うん、ありがとうみんな。それじゃ探索開始だね。目指す場所は、向こうかな。誰かに呼ばれてる気がする。おっと、また出たな。うん、このタイミングでスマホが鳴るってことは、来たー、ヒーナコ変身できるって。変身？私が？うん、指輪つけてるでしょ。それに思いを込めるんだって。あ、この指輪なんだろうってずっと思ってたけど、なんだかこれも懐かしい感じがする。もしかしてヒナコも。ヒナコ、自分の中の感覚に従ってみて。自分の中の、うん、やってみ。華麗に倒してあげる。攻め時ね。はっ、よし、やるよ。おっ、はっ、私の番。攻め時だね。はっ、サポートします。次はどうしよう。はっ、見せてあげる。さあどう動こう。私に飛ぶ力を。そこ、せい。ま、こんなもんでしょう。ひなこさんすごいよ。初めての戦闘なのにめっちゃ動けてた。ありがとう。なんだか初めてやった気がしなくて。やっぱりヒナコはリフレクターだったのかも。そっか、だから体が覚えてるんだ。リフレクター、これ
そうだ、何か。ねえねえママ、どうだった？うん、よくできてたわよ。将来はバレリーナね、ひなこ。もっと練習してくるね。今、何か聞こえたよね。うん、子供とお母さんの声。小さい頃のひなこちゃんの思い出だね。私の思い出。探し回ればもっと記憶が見つかるはずだよ。私、思い出したい。とても大切なことを忘れてる気がするから。すごいね。何これ。すごい集中力なんですよ。しばらく目を離していてもずっと一人で練習しています。私が何も言わなくても周りの真似をしたりして、自分で技術を吸収して。言葉が悪くて申し訳ないのですが、ひなこにそんな才能が。ですが努力を続けられることが一番。とても頑張っているんですよ、ひなこ。バレエをしてる時のひなこは家でも見せないような笑顔で、本当にありがとうございます。いえ、すごいのはひなこちゃんですから。お家でもたくさん褒めてあげてくださいね。
これ。怪物なんだから。あのムカつく。あなたたち悔しくないの？それはそんなこと言ってる暇があったら、あ、分かってる。Thank you.
ですね。もう、支援なら任せてください。もう少し続けます。あ、ひなこちゃんの声だ。ひなこ？ひなこ？今の何のやりとり？ドタンって。ひなこ、そうだ、バレエができない。ええ、今後もう一切舞台には立てないんですか？もう踊りはおやめになった方がいいでしょう。跳躍などで膝に負担をかけ続ければ、やがては取り返しのつかないことになってしまい、残りの一生を杖と共に生きることになるかもしれません。私の責任です。ちゃんと適度に休憩させておけば、このようなこと。先生、ひなこ、これって。うん、思い出した。私バレエ、そんな、いつの間にか天才バレリーナ白井ひなこの名前を聞くことはなくなった。単純に私がバレエから離れたから聞かなく、まさか怪我で引退してたなんて。今は大丈夫なの？日常生活に支障はないみたい。走ったりすると少し違和感はあるけど。リフレクターの力なのかな。うん、そういうことかも。この後どうなったのか想像もつかないね。うん、今まで見てきた記憶からしても、バレエが生きがいって感じの人生だったし。この先でひなこさんはどんなことを経験したんだろう。
気が全然違うね。うん、さっきの話を踏まえなくてもいい変化じゃないことは。このドアは何でしょうか。どこかに繋がったりしてるのかな。何もないですね。このドアも何かを表してるんだと思うけど。視界は悪いけどここにも記憶はあるはず。うん、見逃さないように行こう。するなら容赦しないよ。よし、私の番。ほっ、攻め時ね。いつでも撃てるよ。ほら、頑張って。さあ、どう動こう。スイッ、見せてあげる。いつでも撃てるよ。打ち抜けサポートします。頑張って、いつでもいける。ほっ、いた。はい、よっ、楽勝だったのです。ヒナコ、学長さんが普通科への入学特別に許可してくれるって。うん、近々制服も届くと思うから、その時は着てみてね。うん、今日は冷えるからちゃんと暖かくして寝るのよ。うん、普通科。するなら容赦しないよ。よし、私の番。はっ、どうしようかな。よっ、攻め時ね。ほら、頑張って。さあ、どう動こう。しないでよ。ほら、サポートしない。よし、私の番。これが効くはず。どうしようかな。回復するよ。サポートします。攻め時ね。まだまだいけるでしょ。いた、そんな。さあ、どう動こう。
とします。ほら頑張って。よし私の番。装填よし。当たって。攻め時ね。ほら頑張って。ふつさんどう動こう。ほっ楽勝楽勝。負ける気がしないよ。もっと強くならなきゃ。何かに使えそう。
ほら、頑張って。いつでもいける。またつまらぬものを切ってしまった。なんてね。彼氏とデートなんだよね。のろけは聞きたくないんだけど。いいじゃん、ちょっとくらいさ。ね、服選び付き合ってよ。しょうがないな。まるで周りの人たちが異世界の言葉を。私はバレエを失った。私は私の中にはどこにも行けず、それが悲しいのか、この時の私は
何を作ろう。今日はこれの気分。頑張るよ。頑張るね。はいはい。どれにしましょう。始めましょう。できました。どれにしようかな。材料は足りてるかな。わかります。頑張るね。はいよ。頑張るね。わかりました。はいよ。任せといて。わかりました。どれにしましょう。これをどれを使おう。これにどれにしましょう。これをどれを使おう。始めましょう。できた。どれにしようかな。これにしよう。頑張るよ。任せて。頑張りますね。はいはい。頑張るね。わかりました。どれを使おう。何を作ろう。ここに私の記憶が。目的地はと。ここに私の記憶が。すごい気配。気を引き締めていこう。どう動こう。せい。はっ。
攻め時ね。はっ
無事に勝てたね。よいしょっと。おっ、おっ、おっ、おっ。うわ。ひなちゃん。声だ。誰かの声が聞こえる。ひなちゃん、私呼ばれてる。これって誰の声？今まで出てきた人とは違う声。この声、この声は。ユズたちはずっと待ってたの。ひなちゃん、一緒に世界を守るために。ユズとライム、今のが最初に言ってた子たちなんだ。うん、私のとっても大切な友達。私ね、バレエができなくなってからずっと塞ぎ込んでたんだ。学校へも行かずにずっと部屋の中にいてさ、通うことになる学校の入学式にすら参加しなかった。それから夏になって勇気を出して登校して、普通の学生生活もこれからどう生きればいいかもわからない。そんな時に出会ったのがユズとライムだった。大切な友達か。それにしても世界を守るって一体どういうこと？二人はね、私をリフレクターにしてくれたんだ。え？リフレクター？指輪をくれたってこと？うん、私はリフレクターになってユズとライム二人と協力して戦った。ユズとライムって何者？あ、ごめん、まだそこまでは。そっか。でもリフレクターについて何か知ってるなら二人のことは詳しく知った方がいいよね。うん、私たち全員に関わる部分でもある。にしてもすごい人生だね、ひなこさん。奇想天外というか、なんというか。良くも悪くも退屈はしなかったかな。退屈しなかったか。いいな、才能にもチャンスにも恵まれていて。あ、見て、あの先に続きがあるんですね。ユズ、ライム、待ってて、今行くから。うわー、綺麗。空気も澄んでて気持ちいい。深呼吸できますね。さっきまで砂っぽいところにいたから余計。それに何より、目指すべき場所も見えてきた。今回は分かりやすいじゃん。あそこを目指せばいいってことね。ユズ、ライム、二人も。すごっ。初めて来たよ。
私に聞かれても。だよね。さすがに見切り発車すぎたかな。じゃあ調べるしかないね。え、誰もわからないんだもん。調べるしかないでしょ。お、ほらスマホ出して。あれ、私の番。ほら頑張って。大丈夫ですか。
急いで回復よし、私の番ゲイサポートします。ちょっときついかも。慣れちゃった。いつでもいける。見せてあげる。ゲイほら頑張って。私の番。いつでもいける。ゲイ見せてあげる。ほら頑張って。いつでもいける。いつでもいける。これが効くはず。任せるね。任せてください。やってやる。ほら頑張って。仕掛けます。大丈夫ですか。さあどう動こう。くらえ。またつまらぬものに切ってしまったなんてね。これでもっと役に立てます。ひなちゃん、ほっぺたにクリームついてるよ。え？そんなにクレープ美味しかったの？違う、人を食いしん坊みたいに言わな。ゆず、飲み物買ってきます。あ、ちょ、逃げるな。何かに使えそう。これ何かに使えそう。今はいい？手伝ってほしいことがあるんだけど。いいよ。何を手伝えばいい？ありがとう。ストレッチ手伝ってくれて。こんなことで声かけていいのかなって思ったけど、そういうのが大事なんだよね、きっと。うんうん、じゃんじゃん頼って。あ、そうだ、何か飲み物いる？大丈夫、自分で持ってきてるから。あ、それより先にタオルだよね。大丈夫だってば。それより結構汗かいたし、シャワー浴びようよ。
の実力の持ち主で、バレエをやっている人で知らない人はいませんでしたよ。そんなすごい人の日常ってどんな感じなんだろう。せっかくの機会だし、いろいろ。ひなこさん、やっぱりバレエをしてたこともあって足綺麗だよね。何か特別なことしてるの？え？何かって？ほら、マッサージしたりとかさ。太ももとふくらはぎを軽く揉むくらいだよ。なんか特殊なドリンクとかサプリ飲んだりとか。カロリーには気をつけるけど、そういうのは飲んだことはないかな。お酢を飲むと体が柔らかくなるって聞くけど。飲んでない飲んでない。あれ、科学的な根拠はないらしいよ。え？知らなかった。案外普通。いや、何かあるはず。凡人とは違う何かが。たまにはイメチェンもいいよね。何を作ろう。材料は足りてるかな。頑張るよ。頑張るね。はいはい、頑張りますね。どれを使う。これを。どれを使う。よし、できた。どれにしようかな。何かに使えそう。